1年後でも2年後でも3年後でも5年後でも自分でできるペースでいいんだと思うんですよね。日本人だけでなく世界中の人たちがそういう思いを心に一つ持ってもらえれば復興していけるんじゃないかなっていうのを願ってますね。